ツニレ男性は本来の姿で自然体で輝いているツニレ女性を求めます。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日はツニレ男性との愛の深め方というお話をしていきたいと思います。皆さん、ツニレとの愛の深め方って知っていますか？ツニレの恋愛はまた普通の恋愛と違っていたりしますよね。なので、ツインレイと出会っている方も、これから出会う方も見逃さないようにしてください。まず、ツインレイとは何かをご説明いたしますと、ツインレイとは自分の魂の片割れのことを言うんですね。この世に存在するたった一人の運命の相手のことなんです。この世に生まれた時、一つの魂が二つに分かれます。この時、分かれたもう片方の魂がツインレイになるんです。ですから、この世であったら、また一つになろうと強烈に惹かれ合って、愛し合う定めにあるわけです。ツインレイ同士は再び一つの魂になるために深く関わっていくんですね。ツインレイはお互いにとって唯一無二の存在なんです。このような相手がツインレイになります。そして今からツインレイとの愛を深めるためにやるべきこと5選をやっていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目はツインレイ男性と生きていく覚悟を決めるになります。ツインレイとの愛を深めていくためにやるべきことがあるんです。つまりツインレイ男性に愛されるためにやるべきことですね。それはツインレイ男性と共に生きていく覚悟を決めるになります。やはり皆さんの覚悟が世界を作るんです。覚悟がなければその世界は作られないんですね。例えば中途半端な関係が作られているなら、中途半端な覚悟だから中途半端な関係になっているだけなんです。要するに、ツインレイ男性に愛される人は幸せになる覚悟があるということなんです。その覚悟が相手に伝わり、相手に愛されるという世界を生み出すということなんですね。ですから皆さん、もっと自分に自信を持って、覚悟を持って彼の愛を受け取りましょう。そしてツインレイ男性とそんな幸せな恋愛を楽しんでください。ツインレイ女性は愛されることも覚悟が必要なんです。そして2つ目です。2つ目は愛されようと頑張らないになります。愛されようと無理して自分を変えようと頑張らないことですね。頑張って無理に自分を変えようとしない、つまり自分のダメなところを頑張って変えようとしないということなんです。無理なく自然に変えれることならどんどん変えてください。ですが、変えるのが辛いなら無理をしないこと、否定から変えないことですね。要するに、自分のダメな部分も、自分の弱さも、自分の情けないところもまず愛してあげるんです。ありのままの自分をまず愛してあげるということです。頑張るならそこを頑張ってください。今の自分が他ならない今の自分だからです。そんな自分でいるということは、頑張って彼に媚びない、彼に気に入られようとしない、彼に愛されようと頑張らない、彼を振り向かせようとしない、無理に自分を変えようとしないということです。本来の皆さんに戻ることなんですね。頑張る方向性はここなんです。ツインレイ男性は本来の姿で自然体で輝いているツインレイ女性を求めます。自分が自分でない不自然な女性と過ごすことって、とても居心地が悪いんですね。そしてツインレイ女性自身も、自分が自分でない時は居心地の悪さを感じているはずです。ツインレイの愛とは、ツインレイ男性もツインレイ女性も本来の自分に蘇っていくものなんです。要するに、愛される努力なんていらないんです。自己愛が大切なんですね。そして3つ目です。3つ目はツインレイ女性の役割を全うするになります。ツインレイ女性はツインレイ男性に愛されることが役割なんです。ツインレイ女性はツインレイ男性の愛しているという気持ちを受け止め、受け入れて、ただその愛と共に生きていくことが役割なんですね。ほんとそれだけなんです。ツインレイ男性に愛されることがツインレイ女性の役目。そこに計算はいりません。年齢や学歴、身長、顔、見た目、まあ親がどうだとかこうだとか、そういったことは関係なく、魂レベルで一つになっている2人なんです。3次元特有の駆け引きや打算だらけで、エゴを満たすだけの恋愛ではないんです。純粋に魂レベルでつながる波動の高い2人なんですね。ですから、ツインレイ男性に出会うと、ツインレイ女性はその人本来の美しさが引き出されて、どんどん輝いて綺麗になっていくんです。それはツインレイ男性に愛されているからなんですね。ツインレイ男性の愛のエネルギーがその女性を包み込んでいるんです。そしてツインレイ男性は、ツインレイ女性にその愛を受け取ってもらえることで、エネルギーの交流ができて、エネルギッシュになれるわけです。お互いに必要な存在なんですね。だからこそ、ツインレイの女性は難しいことを考えなくてもいいんです。愛されるだけでいいわけです。3次元の世界っていうのは、愛されるために女性って必死になっていますよね。ですから、そんなことはしなくていいということです。そこに気づき、本来の役割に戻っていいですね。ただただツインレイ男性に愛されるということです。そのためにツインレイ同士の出会いがあるんですね。これがツインレイ女性の役割です。そして4つ目です。4つ目は、愛される喜びを知ることになります。ツインレイは魂の塊ですよね。運命の人です。出会った瞬間に何か特別なことを感じる相手です。そしてツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して溢れんばかりの愛情を注ぎます。そしてお互いにエネルギーを高め合って、自分の魂を磨いて、魂を成長していく関係なんです。なので、ツインレイと出会うことで、愛情に満ちたエネルギッシュな人生を送ることができるんですね。だからこそ、そんなツインレイ男性の無償の愛で満たされることで、ツインレイ女性にとってこの上ない喜びを知ることは言うまでもありません。その喜びをかみしめてほしいんです。そしてその喜びをエネルギーで発信してほしいんですね。すると、喜びのエネルギーが循環し、より愛される存在になれるということです。
そして5つ目です。5つ目は愛されたいという執着を手放すことになります。3次元で生きていると当然のことなんですが、自分のためにという思いが出てきます。そして表面上はあなたのためにと言いつつも、本当は全部自分のためであったりします。自分が愛されたいからという見返りを求めてしまうわけです。ただそんなエネルギーはダイレクトに彼に伝わります。そして相手は無意識の領域でキャッチして、なんとなく相手に近づきたくないと思います。まあ見返りの期待が大きい人と関わりたくないと思いますからね。愛されることは大切なんですが、愛されたいという執着を手放すことなんです。逆に自分のことを気にかけてくれる存在なら、相手は心を開きます。そして相手はそういう人を大切にします。つまり皆さんにとって本当に大切な相手だと思うなら、まずはその人の幸せを考えること、そのためにできることをするんです。そうやって愛されたいという執着を手放すことで、ツインレイ男性との距離は一気に縮まります。皆さんの方からその人に心から愛情を注ぐこと、要するにツインレイと向こうのというより、最終的には皆さんのそういう心が彼の心を引き寄せるということなんですね。そうするには愛されることへの執着を手放して、ただただ相手を愛することにエネルギーを注げば、相手も愛を返してくれます。そして愛されてほしいんです。見返りの期待を手放すということです。小手先のテクニックを使わなくても、皆さんは彼に愛されるということですね。以上がツインレイ男性との愛を深めるためにやるべきこと5選になります。いかがでしょうか。まとめますと、1つ目がツインレイ男性と生きていく覚悟を決める、そして2つ目が愛されようと頑張らない、そして3つ目がツインレイ女性の役割を全うする、そして4つ目が愛される喜びを知ること、そして5つ目が愛されたいという執着を手放すことになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。